大阪のタクボです。もっとかな。大阪のタクボね。今ね、本当言うたら何や、1万文字以上打ちたいんですけれども、それがね、もういいかな。なかなかね、はぁ、あのね、YouTube でやり方が危ない危ない危ない。あのですね、例えばね、今パソコンね、1万文字打ったらなんとかな、SEO とか反応あるんやけど、それ知ってんやけども、朝から何もしてませんよ、パソコン。でもね、それね、打つのはなんかね、スタートせんのですわ。みんなこれ一緒と思います。解決法あるんですよ。今やればいいんだ。だからそれができないんですわ。だから YouTube 投稿行きました。これ楽ですわね、今日喋ってね。だからこういう風にしてね、例えば YouTube 投稿で、この YouTube スマホの場合三角マークあるでしょう。そこに俺の、FC2 のブログ貼ったら、まあそこそこ行きますわね。過去のやつ、インフォトップの売ってますから。それは別として、1万文字。ほいでね、あとサンプルやめますか。素人の方に1万文字言うと一生懸命多分打つと思うんですわ。コピー貼り付けてあるんですわね。ほいで、セミナーで、蝶野前さんのセミナー見たらね、参考になりました。見てください。18億稼いでます。アフリエイトから。携帯2個からね。こんな話も知らないでしょ。蝶野前さんの本買ってくださいよ。億万長者になりますよ。おいでね。おいでね。忘れたら。おいで、あたり忘れたわ。その方ね、一つね、秘策があってね。例えば人のアクセスアップのブログもあるでしょ。検索でもいい。それ2個貼り付けてね。1個にしたら新しいもの出来上がりって。そういう発想なかなかないですわ。で、この方は、まあ、中に運びに行きまして、日本で、ちょっと、地球の終わるまで出ないような人物ですわ。ほいでね、なんかね、俺飯食ったんだけど、やっぱ夫婦言うて、まだ、60なんやけどしんどいな。これ喋る方が楽ですわ。喋りの仕事しようかな。このホームページね、1万文字簡単なんですよ。コピー配信で一発できるの。だから2回すれば簡単な。それがね、なんとかね、本当はできるんやけど、それが進まないな。それがなんつうかな。やる人とやらない人の違いね。俺今コーヒー飲んでタバコ吸って梅食ってね、ご飯食べて、トースト食べてないや。豚汁食べて。ほいで、この頃ね、ちょっと余裕あるか成果しようけどね。今3分来ましたね。人気ブログランキングでもなんつうかな。新しい、話題のネタのトップに来てますよ、私。それね、1週間、10日ぐらいちょっとやっただすだけですよ。だからそのくらい自信があるんですわ。ね。で、あと、蝶野前さんの見てください。なんか運びますわ。蝶野前さん、携帯アフリエイト2個から。ね。2個からですよ。3ヶ月で100万にし、半年で5000万にしました。それね、セミナーでやってますわ。わしもしようと言うとなかなかね、集まりません。有料で金がいります。まあそういうことで、第4弾ぐらいかな。億万長者になる方法。なかなかこんなこと聞きませんよ。皆様参考に。大阪のタクボ君でした。タクボ君じゃ、タクボ先生でした。